こんにちは、食トレーニング研究所所長の管理栄養士の木下智恵です。今日はオートミールを使った100キロ以下のダイエットスイーツを2種類ご紹介していきたいと思います。オートミールはタンパク質や食物繊維が豊富で血糖値を上げにくいので人気の食材ですが、1袋買ってみたものの使い切れてないという方いらっしゃいませんか？そんな方のためにオートミールで作る100キロカロリー以下のダイエットスイーツ考えてみました。今日は2種類プロテインオートミール蒸しパンとプロテインオートミールクッキー作っていきたいと思います。どちらもとても簡単で100キロカロリー以下なので、ぜひ作って食トレーニングに役立ててください。それでは作っていきましょう。材料は薄力粉 80g、 オートミール 20g、 プロテイン 40g、 ベーキングパウダー 4g、 塩少々です。型はレンジで加熱するので、レンジ対応のものを用意してください。私は 14cm×10cm ぐらいの大きさの100均で買った型を使っています。小麦粉を入れたボウルにベーキングパウダーを入れて、泡立て器でまずよく混ぜ合わせます。次にプロテイン、オートミール、塩少々を加えて、ここでもよく混ぜておきます。そこにお水 100ml を入れて、ボウルでかき混ぜていきます。ここでちょっと水分が足りないようだったら、お水を加えてください。ホットケーキの生地のような硬さになれば OK です。生地が出来上がったら型に入れていきます。で、甘さはプロテインによって違いますので、調節をしていってください。足りないようだったらお砂糖を入れていただいたりするといいかと思います。はい、生地が入りました。この生地をレンジで加熱していきます。レンジは 600W で2分が目安ですが、レンジの機種によって調整をしていってください。はい、600W のレンジで2分間加熱しました。今日は新しいベーキングパウダーを使ったので、すごく膨らみました。このように結構膨らみますので、レンジに入れる前の生地が型いっぱいに入ってるとこぼれてしまう可能性がありますので、半分ぐらいまでにしておいていただいた方がいいかと思います。では火が通っているか竹串を刺して見てみたいと思います。はい、生地がついてこないので火が通っています。取り出すときは角をこのように竹串で通してあげると取り出しやすくなります。で、レンジから出したばかりのときはとても熱いので、やけどしないように気をつけてください。はい、出ました。はい、ちょっと下が膨らんでるので反対にしますね。はい、ほかほかにレンジで加熱ができました。出来たてのプロテインオートミール蒸しパンを切っていきたいと思います。6等分に切っていきます。はい、中はこんな感じです。よく膨らんでます。多分冷めてから切った方がうまく切れると思いますが、今日はちょっと出来たてを食べてみたいと思いましたので、出来たてで切ってみました。わー、すごいふわふわして。蒸しパン試食をしていきたいと思います。今日はアルプロのホエイプロテインキャラメル風味を使ったので、キャラメル味の蒸しパンになっています。それでは食べていきたいと思います。オイルやバターなど、加えてないので、質がすごくちょっとふんわり感はないかなと思います。で、あとオートミールが入っているので、噛み応えもしっかりありますので、よく噛んでゆっくり食べていただくとお腹もいっぱいになりますし、血糖値も上がりにくいと思いますので、しっかり噛んで食べていただきたい蒸しパンです。プロテインオートミールクッキーの材料は、オートミール 50g、 プロテイン 20g、 卵1個、白砂糖 9g 大さじ1杯、ココナッツオイル大さじ1杯、 12g です。下準備からしていきます。まずフライパンにクッキー
キングシートを敷いて準備をしておいてください。で、オーブンで焼きますので、オーブン170度に予熱を始めておいてください。はい、下火に準備ができたらプロテインオートミールを作っていきたいと思います。フードプロセッサーを用意して、オートミールの3分の2量を細かくしていきたいと思います。3分の2の分量は大体で大丈夫です。こんな感じに粉状になったら OK です。粉状になったオートミールにプロテイン、お砂糖、ココナッツオイル、卵、塩少々加えていきます。ではまた蓋をしてもらってオートミールと他の材料を混ぜ合わせていきます。粉っぽいところがある場合は少しこのようにゴムベラで落として回してあげてください。だいたい粉っぽいところがなくなったら羽を取ってさっき使わなかったパウダーミールを加えていきます。ゴムベラでたっぷり混ぜ合わせてあげてこんな感じで OK です。このクッキーの生地をクッキングペーパーを敷いた天板に乗せていきます。10等分にするとだいたい1枚50キロカロリーぐらいになりますので今日は10等分にしていきたいと思います。大きいクッキーが食べたいなっていう方は5等分にしてください。5等分にすると1枚100キロカロリーになると思います。天板に生地を乗せましたので180度のオーブンで20分ぐらい焼いていきたいと思います。オーブンの種類によって焼き具合が変わってくると思いますので様子を見ながら焦がさないように焼いてください。綺麗な色にプロテインオートミールクッキーが焼き上がりました。ちょっといや形が微妙ですが気にしないでください。焼き上がったクッキーは火傷をしないように網の上に乗せて冷ましてください。ちょっと味見をしてみたいと思います。中は結構しっとりと柔らかいんですが外はカリッとしていて香ばしいです。で今日はアルプロンのホエイプロテインのキャラメル風味で作ったのでキャラメルの香りがほんのりしています。甘さはとても控えめです。私はちょっと甘いのが苦手なので十分ですが甘さが足りないと感じた方やプロテインによっては甘みが違いますので、お砂糖を足したりして自分好みの味にしてください。食べてみたい、作ってみたいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。その他プロテインを使った100キロカロリー以下の太らない完食たくさんご紹介していますのでぜひそちらの方もご覧ください。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは一生太らない体を作る食トレーニング情報を LINE、Instagram、Facebook のアカウントから発信をしています。ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかれることを楽しみにしています。Thank you.